こんにちは、大和田奈々です。じゃん、こんなにお酒があります。キャー、私二十歳になりましてお酒が飲めるようになったんですよ。と言いつつ、ビールとかハイボールとか日本酒とか飲んだことないので、ほろ酔いはあるんですけど、初挑戦のお酒を買ってきていただいたので、これを飲んでみたいと思います。怖い、どうなるんだろう。あとおつまみも超美味しそう。じゃーん、これと一緒に飲んでいきたいと思います。怖い、やばい、どれがいいのかな。これほろ酔いのミックスフルーツ、ドキドキする。いただきます。でも全然ジュースの匂いがする。え、めっちゃ美味しい。超ジュースの味がする。え、全然美味しい。え、ほろ酔いってお酒の味しないんでしたっけ。ジュースの味がする。え、うまっ。え、どうしよう、ビールとか苦いですよね絶対。待って、ビールがこれとこれとこれですか。いかつ、大人じゃん。卵かけご飯みたいな色してる。うわー、大人。待って、やばい。いただきます。やばっ。うわ、やばっ。うわ、水うま。水しか信じられん。ビールってこんな難易度高いの。待って、私頑張れる気がしない。これ結構有名じゃないですか。絶対後悔する。怖いよ。あー、おじいちゃんの匂いって何。待って、これが美味しいの。もう一個ある、どうしよう。あ、そうですね、ミオっていうお酒らしいです。怖い、本当にやだ。すごいやらされてる感です。飲みたいです。飲んでみたさはあるんです。私親が両方飲めないんですよ。言い訳始めるっていう。お酒の匂いとかを二十歳になるまで家で感じたことがなくて、おじいちゃんだけ飲むので、おじいちゃんの匂いのイメージがすごい私の中で。つべこべ言わずにいきます。あ、え、美味しい。飲みやすい、確かに。お酒1に対してのおつまみ10。じゃあハイボールにします。あ、マジやだ。いい匂いする。待って、うーわ、まず。ハイボールってみんなこれ飲んでんの。めっちゃ切れるやん。今飲んだ中でマジでもう私これも一生飲みたくないっていう順番に並べますね。ネガティブな。アサヒ、キリンビール、トリスハイボール、ミオ、ほろ酔いミックスフルーツ。終わろうとすって言って。これ美味しいらしい。ハピクルサワー。美味しい。美味しいけど別に水がいい私は。あと4個もある。待って、どうしよう。もう飲めないです私多分本当に。やっぱ遺伝ってあるんですね。ワイン飲みましょう。じゃあ白と赤ですよね。作り方の違いを聞いたんですよ、おじいちゃんに。なんか言ってたけど忘れちゃった。いや、ぶどうジュースだよね。おじいちゃんの匂いがする。企画じゃないと多分お酒をこんなに経験することないからありがたい。これを飲んだことによって私は別のお店とかで挑戦する機会はなくなった。リンゴジュースとブドウジュース。あ、え、めっちゃ美味しい。これめっちゃいい。え、全然ブドウジュースって感じ。え、ってことはこっちもジュース。待って、やばい。待って、マジ。裏切られたんですけど、やば。いや、わかんないな。いや、わかんない。いや、ここはもうね、環境って感じ。もうやだ、過酷すぎ。これどうやって開けるんですか。おー、あー、もう絶対やばいわ。絶対良くない匂いするもん。え、めっちゃ入ってんじゃん。あー、もう本当にやだ。待って、本当にやばい。マジこの量飲むのみんな。私3ヶ月分ぐらいなんですけど、これで。もうやだー。ビールが残ってるのもあと一つ、これです。もう絶対まずいの分かってるもん。なんか水もまずく感じてくる、最悪。本当に無理だよ。じゃーん、こんな感じで、こっちから私の飲めない順でした。私はやっぱこれがいいです。お水が一番ということで、これはスタッフさんが美味しくいただきます。ぜひ皆さんの、このまま飲みやすいよみたいなお酒あったら、ちゃんと喋って。飲みやすくてこれは絶対飲めるよみたいなやつがあったらぜひ教えてください。ということで、今日も見ていただいてありがとうございました。次の動画もぜひ見てください。おしまい。バイバーイ。